はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の空間ベクトルの内積丸1をお送りします。で、ここからね、空間ベクトルの内積をねやっていくんですが、ポイントはなしです。で、なぜかって平面ベクトルと同じだからっていうね。だから、問題演習を今回5問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず上、まあ、4問ね、セットなんですけど、上は直方体が出てきます。で、ちょっと長さ書き込んじゃいますけど、 AD と AE が1なのね。つまりこことここが1で、 AB がルート3、まあ、ここがルート3か、ちょっと下書いちゃうか、同じだからね。で、ここがルート3となってます。で、この直方体って定期テストとかの、まあ内積の基礎的な問題の時によく出てきます。この数字で11ルート3でね、よく。で、なぜかっていうと、後でも使うんですけど、これ手前側のここに長方形あるじゃん、ここ、これ1とルート3なんで、対角線のね AF を引くと1対2対ルート3になってるんです。まあ三辺法とか使ってもいいですけど、2が出てくるんでね。ってことは三角定規だから、ここ60度だし、ここ30度って角度が分かるのね。で、あとは、まあ、左側、右側、どっちでもいいんですけど、左側とかここの部分の、それ正方形ね。1、1だから。で、この正方形も対角線を引くと、1対1対ルート2なんで、もう一個の 三角定規になる。あの45度の方。で、今から書きますけど、内積、空間ベクトルになっても、平面ベクトルと同じ公式だから、なす角が必要なの、シータが。で、角度が分かってほしいんだけど、これ、この長さで設定してしまえば、その60度とか30度、45度を使うことができるので、だからよく出てきます。定期テストとかでは。いいかな。で、まあそれをね、含めてやっていくんですけど、まず公式書いておきましょう。内積ね。ちょっと A ベクトル、B ベクトルで書きますけど、内積は、A ベクトルの大きさ、かける B ベクトルの大きさ。そしてそれに2つのベクトルのなす角をシータとした時のコサインシータをかければいいと。同じね、平面ベクトルと。で、もちろん今書いてないですけど、条件として A ベクトルで B ベクトル、それぞれが0ベクトルじゃないこと。あとはシータはなす角なので、0度から180度っていう、そのまま制限は入りますけど、公式は同じだと。で、それ使って解いていくと、まず1番 AD と AE です。こことここで、まずそれぞれの大きさなんで、もろ書いてあるもんね。 AD は 1×AE も1で、なす角がそこ ADAE、 まあ正方形のね角になってるから、ここだから、なす角は90度で、コサイン90度って0なので、何をかけても0だよっていう。で、これ平面ベクトルの時にもね、いっぱい言いましたけど、あの内積が0になる、これ垂直の時だよね、ベクトルが。今もなす角90度、つまり垂直になってる時だから、垂直になってるベクトルっていうのは内積が0になります。これは空間ベクトルでもよく使う。で、次 AB と AC 行きましょう。で、これは上の部分の長方形使えばいいから、ちょっと書き出そうか。これ上の部分ね。A で、B で、C の D か。で、ここ1で、ここルート3なんですけど、AB と AC だからこっちか。こうだね。で、さっきも言ったように1対2対ルート3になってるから、ここ2ね。斜めの部分が。で、AB ベクトル。こうね。で、AC ベクトルがこう。で、内積っていうのは、今こっち確認しなかったですけど、スタート地点が一致していることが条件です。これすごく大事。で、今は A で一致しているので、ここがなす角になります。で、三角定規のことを考えれば、ここは30度ってわかる。で、あとは書いていくだけ。AB の大きさが、あ、間違った。AB の大きさがルート3。で、AC の大きさが2。で、なす角は30度だから、コサイン30度と。で、コサイン30度は2分のルート3です。2分のがここで約分できて、
ルート3かけるルート3だから3になると。でこれで OK だね。で次が DH と CF、 こことここだ ね離れてんじゃんって感じしますけど、ベクトルっていうのは向きと大きさをいじらなければ移動することができるので、この CF っていう斜めをこっちに持ってきます。そうすると DE になるんだよね。だからこれも左側のちょっと正方形を書き出していくと、ちょっと待ってね、こっち側なんで A、 奥が D の E の H かで DH ベクトル、ここだね、これ長さ1だと。で CF ベクトルがさっきも言ったようにこれをこう持ってきてるので DE になるんだよね。で DE ベクトルだからここで、スタート地点は一致していると。で1対1対ルート2なんで、ここルート2ね。で三角定規だからここ45度、いいかな。ではもう条件揃ったので DH が1で CF はあれと一緒だからルート2でナス角は45度と。でコサイン45度はルート2分の1なので、約分すれば1になるよと。これで OK ですね。でラストが AD と GE です。 AD はねここにありますけど、 G が下なんだよね。でこれも下の斜めを上に持ってきます。そうすると CA と一致する。でどうせあるからこれ使っちゃうか、ちょっとこう消そうかね。よいしょよいしょ。で消してって、まず AD ベクトルなんでここね、 AD ベクトルで GE は CA ですね、持ってくると。だからこっちなんだよね。まあこれでもちょっとね気づかれると思いますけど、スタート地点が一致してないと。そこだけ注意します。これをね注意せずにやってしまうと、ナス角ここだからさ60じゃねって思って60で使いたくなるんだよね。それをミスってしまうと。でまずナス角の前に AD ベクトル、ここ1っすね。で GE がこの斜めなんで2だと。でナス角は60度ではなくって、この CA をもっとこっちに持ってきます。移動してくる、こんな感じで。でスタート地点を一致させます。そうするとここなんだよね。スタート地点一致させてこうとこうなってる、この部分で、これはここが60度、それの隣なので180-60してナス角120度になります。でコサイン120度はマイナス2分の1約分するから答えマイナス1になります。まあ、このねスタート地点ってうせえよって感じもするかもしれないですけど、これコサイン60度でやってしまうと1になっちゃうんだよね。でそれでミスするなんてもったいないので、まあスタート地点をちょっと意識してもらって、こういう、まあ、引っ掛けよく出てくるからね、このタイプの問題は。なのでまあナス角を気をつけてもらえたらと思います。で次が1問ね単独でありますけど、成分が載ってると2つのベクトルね。でこいつらの内積とナス角シータを求めに行きます。で成分出てる時の内積、これはね速攻ある。ちょっと内積って書いておくか、汚くなっちゃったね。内積はこれは成分出てるので、それぞれの成分かけます。かけるかけるかける、全部足すだけです。これも同じね、平面の時と。だからかけてマイナス2、かけて4で足します。足す4、足すかけて4なんでこうなる、つまり6と。これでもナス角、あ、間違った、内積が終了。でナス角の出し方もこれ使います。で変形して使うんだけど、ナス角書いとくか、あ、シータでよかったな。まあいいか、ナス角シータ、これはコサインシータイコール A ベクトルの大きさかける B ベクトルの大きさ分の2つのベクトルの内積です。これを変形したやつ、このね公式をね。でそれぞれ出していきます。で出していくと A ベクトルの大きさ、これの大きさは成分がもう分かってるので、2乗して2乗して2乗して足してルートです。まあやったね、これはね。で2乗すると141足して6ルートつけるから A ベクトルの大きさはルート6です。下入ったよね。
で次は2乗して4、4、16足して24でルートつけるからルート24でルート24は2ルート6なので、でこうなると。で内積はさっき出したからね、6って分かってるから6で、これはルート6×ルート6が6になります。で約分して消えるので結局残るのが2分の1だと。で、コサインシータが2分の1になるのは何度かっていうと、60度か300度なんだよ。けれど、ナス角っていうのは180度までだから、0からね。なので、今回の答え、シータは、60度と。これで、OK となります。で、今回は、ナス角出せっていう問題だったんですけど、問題によっては、ナス角シータとするときに、コサインシータの値を求めなさいってこともあります。で、それはコサインシータ、今回はね、2分の1って分かってるんで、角度60度分かりますけど、例えばこれが3分の1になったら、何とか分からないんだよ。で、そういう時にコサインシータだけ出せばいいよっていう、そっちのタイプの方が多い気もしますけど、まあ、そこはね、まあ、フレックスに答えをね、ちょっと変えてもらえたらと思います。コサインシータの値って言われたら、今回だったらね、2分の1って答えれば OK な感じになる。で、ナス角シータを求めろって言われたら、シータが何度まで出します。といった感じです。まあね、ずっと言ってますけど、これ使ってるだけだからね、平面ベクトルと同じなので、まあ、こんな感じで、ぜひね、解いてみてください。では、今回は高校数学数 B の空間ベクトルの内積丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2、またね、問題演習が続きますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。